はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。外役の申し子龍です。さあ本日なんですが、チェーンビートマスターデュルバン組んできましたよ。あの初めて見る方もいらっしゃるかもしれませんが、私はですね、あの遊戯王界でいうと外役実況者として、まあ、一応ねやってまして、で、まあ、外役デッキを得意としてるんですが、今日はですね地獄のようなデッキを組んできました。はい、チェーンビートっていうデッキ皆さんご存知でしょうか。なんかモンスターがフリーチェーンで逃げれるモンスターを積んどいて、でそのフリーチェーンで逃げれるモンスターと、あと相手を、まあ、全部っ破するようなトラップカード、魔法トラップカードで相手のモンスターを除去しながら、ひたすらこのなんかそのゼンマイラビットとか異次元の探求者とか、ベルトサンダーバードみたいな、あの自由に逃げれるモンスターでぶん殴っていくっていう。で例えばまあ、ゼンマイラビット召喚で激流走って言って、相手のモンスターももろとも破壊しますっていう効果に遅延して、ゼンマイラビット逃げますっていうことをすると、自分だけひょーいって逃げて、で相手だけ破壊するっていう、逃げるな逃げるなひょもろっていうことができるんですよ。こういうデッキです、チェーンビートっていうのは。勝ち筋はマジでこの下級モンスターたちでぶん殴ってライフを削る、相手のモンスターは全部トラップで処理するっていう、これが勝ち筋です。こういうデッキです。めちゃくちゃ外役なんですごい楽しくて、まあ、僕はこれ星1の頃からね結構好きで使って、弱いですけどね結構使ってるんですけど、これね弱点先に言ってきますね。弱点先に言っとくんですけど、ね今環境が逆風で、ライトニングストームとかハーピーの羽防御とか、そのエルドリッチがめっちゃいるから、なんかすごい入ってるじゃないですか。バック除去するカード、ツインツイスターとか、ね全部きついんですよね。バックを除去するカードがまあきつくて、まあ、そのために例えばスターライトロードとか、まあ、入れてもいいかなというふうには一応思ってはいるんですけどね。ちょっとスターダストドラゴンが俺高すぎて持ってなくて、なんかなんだろう、魔法トラップカードを破壊するのを無効にするような、そういうカードがあったら入れてもいいかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそういうのが飛んでくる環境なんでちょっと厳しいんですけども、まあ、そういうカードがなければめっちゃ強いんですよ。相手がハーピーの羽防御とかライトニングストームとかを持ってなければめちゃくちゃやばいこと起きます。はい、相手のモンスターだけひたすらに釣り天井とか激流走とか、あと波紋のバリアウェイフォースとか新風のバリアエアフォースとか、強制脱出装置とかで無限に戻したり破壊したりして自分だけ逃げるんで、めちゃくちゃうざいんですよねこのデッキで。マクロコスモスでリソースを削るっていう、そんな感じですね。でドローソース、ドローソースの前にモンスターか、モンスターは、全マイラビットと一元の探求者とサンダーバード、これはね全員同じような感じですね。フリーチェーンというか、逃げれる、なんかカードの効果に遷して逃げれるようなモンスターになってまして、この辺で、除外して、で次の自分のスタンバイフェーズがエンドフェーズに戻ってこれるんで、まあ、これでモンスターの数を減らさないっていう、自分だけは、まあ、そんな感じで。サンダーボルトは全体除去で、命削りの補殺っていう、カードと、あとこの剛剣っていうカードと、あと剛筋っていうカードね、この辺がドローソースになってまして、この時やっぱりね1枚1枚のカード強いんですけど、アドバンテージを稼ぐ方法がなかなかないので、この辺のカードを使って、まあ、ドローして、まあ、都合よくトラップカードいっぱい引いて、トラップカードガン伏せして分からしていくっていう、まあ、そんな感じのね、公式になってます。で、破壊輪、まあ、ここ破壊輪がどうなのかなって思うけど、なんかここをスターライトロードとかに入られれば一番いいんですけど、ね、ちょっとスターダストとか持ってないんで俺まだ、はい、向いておきます。で、激流走3枚、これはまあ最強ですね。はい、相手のカードを除去する方法でもありますし、自分から召喚し除去しに行って自分だけ逃げるってこともできるんでね。はい、釣り天井も同じ理由。はい、で、強制脱出装置も、まあ、これは汎用的な除去カードなんだね。はい、3枚で幸福が、これが強くて、これチェーンビートって結構チェーン数稼げるんですよ。例えば相手のカードにチェーンして、何かチェーン1、何か相手のカードで、チェーン2ゼンマイラビットで、チェーン3効果で強制脱出装置で、チェーン4ってなった時に、このチェーン4以降でしか発動できないんだけど、デッキからカード2枚で応用できるんだよこれ。同一支援上に複数回同盟カードが発動して、いなければ、これがねアドバンテージ結構稼いでくれるんですよね。だから合金みたいなもんですわ。はい、雑に2枚ドローできるっていう、これが、3枚と、新風のバリアエアフォースが2枚と刃物バリアが3枚と、キッコー勝負、まあ相手の先行展開をねこの1枚で返すことができるかもしれないんで、キッコー勝負が2枚と、あとマクロコスモですね。これあればまあ結構のデッキ止まるんで、まあ、これ3枚積み安定かなっていう。でさっきも言ったようにライトニングストームと、ハーピーの羽暴起がマジできついんで、スターライトロードは入れてもいいかもしれません。はい、で、ナイ
ット目はエクストラデッキね、エクストラデッキはマジ使わないからマジどうでもいいんだけど正直、まあ、一応出せそうな強そうなモンスター入れてます。はい、ここマジで何でもいいです。これなくてもいい、強いカードはマジでノーマル NR とかだけでもいい、ほぼ使わないから。で、ナイトメアシャーク、ダンテ、ブレイクソード、ホープ、オナーズ、ダークリベリオン、ライトニング、ケルベロス、ケルベロス、トロイメアフェニックス、トロイメアフェニックス、マスカレーナ、トーカー、ユニコーン、アクセスみたいな感じになってるんだけど、これほとんど出ないから、このこいつら。なんで、これ別になくてもいいです。なんでもいいです、ここは。はい。ということで、早速ね、この外役チェーンビートのね、クソうぜえ動きをね、皆さんにお見舞いしていきましょう。デュエル、スタンバイっていうか、外役スタンバイ。さあ、被害者はドイツかな。ハンドトラップ来すぎ。ちょっと、トラップ来すぎだろ。こんないらねえわ。こんないらねえ。ちょっとドローソース欲しいんだよな。リチュアチェーン。なるほど。リチュアチェーン。すごい顔入ってんな。そこ、まんじゅでいいんじゃねえの。なんでリチュアチェーンなんだ。リチュアチェーンで、あ、ブリューナック。持ってねえのかな。リチュアチェーンってブリューナックに入るんですか。ネクロスですか、デッキ。あ、なるほど。ネクロス、吸気最強と言われていたテーマですね。はいはい。おじいちゃんデュエリストですね、さては。おそらくね。で、ネクロスの万華鏡を発動。なるほど。ネクロスの万華鏡の効果によって、アークデクレアラーを送る。強やってること最強じゃん。イークオールのネクロス。モンスターさんの捜索がエクストラデッキから特殊化されたモンスターの効果が無効化されちゃうっていう最強効果。よかったー、メタビート使ってて。エクストラデッキからモンスター出てくることほとんどありませんからね、このデッキ。はい。てか、あんなこのデッキ使ってて、エクストラデッキからモンスター出したことありませんね。多分、ゼロ回です。はい。エクストラデッキのモンスターはコスト。金満の。エリアル君と何する人？効果でリリースされたデッキから儀式モンスター以外のネクロスを手札に加える。あ、強いね。それ強いな。はいはい。で、シュリットとエリアルを墓地送っていく。で、エリアル効果でなんか儀式も、あ、シュリット持ってくれるのか。あ、なるほどね。ネクロスモンスターだったら持ってくれる最強モンスター。エンドフェイズ、なるほど。オッケー、よかった。エクストラデッキとか入ってなくて。あ、合金きた、きた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 。最強すぎる。ちょ、モンスター引いてくれ。ちょ、1回モンスター引こう。6枚もちろん除外してる。はい、裏側買ってみよう。ちょっと、まあ、トラップ来すぎなんだってば。トラップ来すぎでしょ。どんだけトラップくんの。もう拮抗勝負は打ってもいいか。拮抗勝負打ちに行くかな。まあ一回拮抗勝負打って、で、まあ、どっちも多分、まあ、ユニコールを、まあ、残すと思うんだけど、まあ一回ちょっとこんなにいっぱいいらないんで、まあ、拮抗勝負一発打ってから考えるっていう感じじゃないですかね。バトルフェイズ打ちます。でメイン2入ります。バトルフェイズ終了時拮抗勝負発動。で、拮抗勝負で相手の、それだよね。まあそうなるよね。で、まあそうなるかな。で、マクロコスモ最強カードセットで、最強カードセット最強カードセットうぜえ。これ全部セットするしかねえ。ちょ、ライトニングストームとかハーピーの羽根ぼっきだったらやばいけど、まあ、ライトニングストームは今大丈夫か。ハーピーの羽根ぼっきだったら終わるけど、終わるけども、ね、本当ハーピーの羽根暴挙だけマジできついの、このデッキ。リチュアチェーン、はい。相手がハーピーの羽根暴挙を引かないことを一生祈り続けるゲームだな。はい。リチュアチェーンからのアラドバルのネクロス、はい。アラドバルのネクロス何するんですか。あれですか、リリースして、手札から捨てると自分の手札のネクロスモンスターを2体リリースしてって来たらどうできる。なるほどね。はい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 。ちょ、1回チェーン1アラドバルで、チェーン2破壊輪で、こいつはショルか。チェーン2破壊輪で、チェーン3マクロコスモス、チェーン4積み上げられる、積み上げる幸福、うおー、ツードロー、うおこれマジでハーピーの羽根ボキとライトニングストームめっちゃきついんですよ。ちょっとね、環境とはね渡り合えないと思います。はい、ちょっと先に言ってきますけど、先に言ってきますけどね、ライトニングストームとハーピーの羽根ボキめっちゃきついっていう話あるんで。ちょ、最近さ、ライトニングストームめっちゃ入ってるじゃん、みんなデッキ。まあ、あれは、まあ、おそらくエルドリッチっていうデッキのせいだと思うんですけど、
ちょ、あのエルドレッジと同じような動きするんですよこのデッキ。めっちゃセットしてあのモンスターでビートダウンしていくみたいな感じなんで、まあライトニングストームが刺さるんですよね。しかもなんか墓地からね回収するとかないですから、特にまあとりあえずマクロコスモスはめっちゃきついと思うわ相手。これ何出し、ブレーナクのネクロスとか、なんだっけ、ネクロスはあれだよね、トリシューラかなんかがエースモンスターですよね。あ、やべ、トリシューラ加えられてんじゃん効果処理で、やばくねこれ。あ、やばいか、反魂術、あ、やばい。うわーうわーいや、撃つしかないだろこれ、撃つしかねえ。激レースの発動、激レースの効果によって相手のフィールド上のカードは全て破壊させてもらうけど、やばいやばいやばい、トルシューラの効果によって手札と場のカードが1枚ずつ除外されてしまう、墓地もだ、まずい、これはまずいぞ。でも相手のリソースも結構きついだろ。いやでも墓地回収できるのか、儀式から、やばいか、マクロコスモス行ったのきついなこれ。まあでもこの時マクロコスモス3枚入ってるから、またもう1回マクロコスモス引く可能性はある。そしてあの波紋のバリアウェイフォースっていう最強カードを持ってるからライフは漏れる。で、コーマ表ね、いいよ。で、モンスターがいないから出せないよね。よし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 、耐えてる耐えてはいるが、いや激流走ちょっとモンスターマジでこれちょライフ削んねえと俺も。セットセットセットだなこれ、これ全てセットしよっか。ちょっとあのトリシューラーがワンチャン出てきた場合多分セットしといた方がいいんですよね。手札が確かトリシューラーのネクロスはないと、あれね、なんかシンクロの方は別になくてもいいんですけど、フィールド手札墓地、このネクロスの儀式の方はあのね、手札なかったら確か除外できないんですよ。そう、フィールド手札墓地のカードを1枚ずつ除外しないといけないっていう効果だと思うんで、あ、やばいやつ来た、やばいやつ来た、やばいやつ来た、やばいやばいやばい、あれセットカード除外するやつだよな。ショルしかねえ、ショルしかねえ、消え捨てろ、激流走の効果を発動してもらうぜ、消えろ。いやーマクロコスモスねえのいけえな、これマクロコスモスで相手のリソース削るっていうね、そういうシステムなんですけども、いやでまたこれ儀式モンスター除外して儀式サーチできるのか、これマジでやべえな。これで、ね、あれか、反魂術、やばいやばいエンドなの、あれ、あ、でもそっか、あれか、あのレベル10のやつはそのそいつ以外のレベルのやつ使わないと儀式できないもんな。今出せねえ、それはちょっとモンスターが全然来れん、地獄みたいなデュエル始まった、これは対戦時間が長くなるぞ。さあ儀式の準備だと、はあ、いいだろう、儀式の準備で何を持っていく、何、ユニコールのミクロス、いいだろう、ユニコールのミクロス、やばい、これ儀式されるか、ネクロスの万華鏡、やばい、またこれアーデコ来るやん、やばいやばいちょっとアドバンテージが稼がれるのは非常にまずい。で、アーデカのユニコールのネクロスいいだろう、ユニコールのネクロスでアーデクの効果発動して儀式モンスターか儀式魔法を手札に加えるとかいう効果、最強最強効果、最強効果、ちょっと一回デッキに戻ってもらおう。ユニコールのネクロス、違う、バリキュラスのネクロスいいだろう、別にいいよ、バトルフェーズ強制終了はどうでもいいわ、そんなにバトルフェーズしないから帰れー、波紋のバリアーウェイフォースよーし。ファービーのハリボークマジでいつ飛んでくるか分かんなくて怖え、ドロー、マクロコスモス来た、よしオッケー、マクロコスモスは次からセットしよう、マクロセットこれで、また次の、相手のリソースが墓地行く、あ、やばい、これ手札残しちゃった、まずいか、これトリシューラ飛んでくるか、まあ、とりあえずドローフェーズ打つか、マクロコスモス、マクロコスモス打ってドローフェ打っといて、これまたトリシューラ飛んでくるかもしれんのか、やばいな、これやっぱでもセットしちゃうとさ、ドローカード何、癖なんだけど1枚開けとくのあると思うんですよね、こういう罠びってユニコーンのネクロスいいわ、要は次のデッキトップでもし例えばドローソースが引いた時に使えなかったちゃうんですよね、セットしちゃうと。だけど今は多分これトリシーラのネクロスが飛んでくる可能性があるから、これ多分セットしといた方がいいのかもしれない。あ、言った通りなんじゃ、最悪なんだけど、おー出てこない、危ない危ないが、いやでもこれ別にいいや、もう最悪、あ、積み上がれる5服来たか、いやもう最悪いいや、トリシーラはち
人はなんかドローカード来た時に使えない方が嫌なんだけど、どっちかっていうと今どっちにしてもいいんだよ私ね。どっちにしてもトラップカードだからセットできないし、やばいちょっともうトルシューラーもいいや、もう最悪トルシューラーもう許すわ。クラウソラスもいいわ、クラウソラスもいいです。ハンゴン術は OK です、ハンゴンは OK です、 OK、 もうしょうがない、これは召喚名で、クラウソラスはいいもん、それはもう大丈夫、これは別にいい、クラウソラスは関係ないから、こっちの盤面に OK、 全く問題ない。これでドローカード引こう、ドロー系のカード、ちょお前ふざけんなマジで、ガチでふざけんなマジで、ちょほんとモンスター来いや、何枚入ってると思ってんだよ、もう何枚入ってると思ってんだよって言ったって7枚くらいしか入ってないけどね、このデッキ。ただね、ドローカードは来よ、合金やら命削りやら死ぬほど入ってんだよこのデッキ、まあ、今命削りマジでいらないけどね。あ、合金は来た、 OK、 合金は来たの OK で、合金でこう一回モンスター引きたい、ちょ一回モンスター引こう、モンスター1体でもいればね結構強いんですよ。合金からの、うわーもうちょっと、いやこんな事故るデッキじゃないんだけどな、1体は結構引けるんだけど、サンボルまだ早いしな、まあ、合金セットもあるけど普通にこの、まあいいやもう、最悪もうね、なんかあのトリシューラー飛んできてもいい、まあ、こんだけ手札あればいける多分、1枚ぐらい、1枚ずつ除外されたところでそんな困んない。クラウソラスはいい、許容、通す、来た来た来ちゃった。これさあ、トリシューラのネクロスによって何を除外するかな。まあでもマクロコスモスマジでうざいと思うから、多分マクロコスモスじゃないよこれ。まあいいや、どれで除外されても、リソースは言うて結構ある。俺はティクタから一番除外されたところでマクロなんだよ基本的に。でブリューナのネクロス効果を使って、ブリューナのネクロス効果でまたデッキからネクロス、戦士色のネクロスを持ってくることはできる。でバリキュリス、はい、どうでもいい、もうそれ本当どうでもいい。であ、じゃあバリキュリスじゃない、ユニコールか、ユニコールのネクロス、はい、ユニコールのネクロスで儀式を回収していくのはもういいわ。はい、ネクロスの万華鏡もいいや。これだから一旦に、あ、大丈夫だ、一旦にトリシューラーはないよし、書いていただこう、一旦書いていただいて、よしそろそろお前モンスター来いよマジで、そろそろモンスター来い。超負けを積み上げられる幸福好きなんだよ。で合拳打つで、モンスターを一回めくろう、モンスターめくろう、いや OK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 
リシューラケアでガンクセか。トリシューラケアでガンクセして、で新風もあるし、積み上げるのもあるんで、あとはもうこれひたすら全枚ラビットビートしていくしかない。バリキュルスはいい。バリキュルスは、手札からネクロスを儀式し、除外して、で手札から文字を送るとバトルフェイズが強制終了していこうか。で、まあ、ガンクセですよね。さすがにガンを伏せる、ガンを伏せる、でガンを伏せる。これ積み上げられる幸福シノを打ってめちゃくちゃ気持ちよくなりましょう。自分だけもう頼む、マジでもう勘弁してくれ。トリシーラだけはマジで勘弁してくれ。結構でも相手リソースないと思うんだよね。もうだってかなりのデッキのパーツいってると思うから、相手かなりデッキのリソースは、あっもうね、これやばい、これグングニールは手札を捨てるとなんかあの1枚破壊してくるっていう。ああエンドね、あ全然全然全然もうエンドはもう甘えよ、エンドは甘え。もうこっから俺のターン、ずっと俺のターン、いらねえカード来ちゃった。バトルフェイズ、はい殴ります。全枚ラビットビート始まっちゃうぞ。よし、さあ終了だよ。ほとんどこれでほら終われたんだ。どうしたかかってこい。あどうした、ほらかかってこい。どうしたどうした、そんなもんかネクロス、吸気環境じゃねえのか、こんなカスみたいな敵負けていいのか。ハーピーの羽根ぼうき、どうした、ハーピーの羽根ぼうき、もしかして製造してない方、君はハーピーの羽根ぼうきを製造してない方な、それは甘えでは、それは甘えでは、きっ抗勝負、いや俺のハンドも甘えだな結構。ちょっとですね、まあ、一旦バトルフェーズ入りましょう。バトルフェーズ入っててぶん殴っていく、もう1400ビートダウンを一生続けるしかねえ。で、メイン2からのターン終了よ。
マクロ来てくんねえかな。なんか1枚ちょっと強制出し当時で使って、でマクロとなんかいい感じでチェーン組んで、あの積み上げる幸福でなんかアタッカーを置きたい。相手効果何も発動しないから。あ、まんじゅうとか、まんじゅうはいいわ。まんじゅう、まんじゅうはまあスルーじゃない。まんじゅうは別に特にやることないんじゃない。で、あー、トリシューラ来ちゃったトリシューラ来ちゃった。あー、こらいい、全然儀式戦や。やっぱリソース削れてんな、さてはお前。お前か、甘えてんのあいつ。俺も全然来ねえんだけど、モンスターこんなトラップしか来ないことある。これとりあえずですね、まずね、一回でサンダーボルト打っちゃっていいですか。これサンダーボルト打っちゃって雑に打って、で雑にモンスターぶっ壊すの効果チェーン1で、チェーン2、ゼンマイラビット効果で、こうするで、強制脱出装置。あ、これチェーン逆だ、間違えた。まあいいや、チェーン逆でしたね。まあいいや、でこうして積み上げる幸福からの、積み上げる幸福からの積み上げる幸福、うい、4枚ドロー強引に4枚ドロー。さあモンスター引こうか、モンスター引こうか。えぇ、ー、やっとモンスター来た。あ、でも召喚剣使っちゃうか、やべえ。ちょっとこのチェーンジミスりましたね、完全に。強制出しそうに先だった。まあいいや、召喚剣、まあ、モンスター引けたのでかい。でバトルフェーズ入って、で1400ビートして、おいおいでメイン2伏せるのは、まず激流は伏せるな。激流伏せるで、波紋も伏せるで、これも伏せる。これでいいんじゃねえか。4枚あったらいけんだろ、さすがに。新風波紋激流釣り剣、さすがにいける、さすがにいける。さあ大丈夫か、ゼンマイラビットビートがかまされるぞ、まあ、それは別に何でもいいんじゃない。マンジュゴットくん召喚なんもねえ、もうサーチがなるほど、書いていただくか、書いていただくか。新風のバリアーエアーフォースザコかよ、ハーピーの羽ぼうき引けねえやつはよ、お家に帰んな。生半可な覚悟じゃデュエルなんてできねえぜ。今からここはバトルシート貸すんだからよ、行け。異次元の探求者でダイレクトアタック、ふん。これが外役チェーンビートよ。キング松坂は言っていた、いやそれ迷惑じゃないってな。さあお相手の方には被害者になってもらいましょうか。私のデッキのね、ちなみにライトニングソードとハーピーの羽ぼうきを打たれまくってランク戦ではめっちゃ負けてますめちゃくちゃ負けてます。だからなんか普通にさ、そのシーンさ、なんかあまりにも当たり前の負けすぎて、なんかちょっと動画に使えないみたいな話だってさ。あれだよね、スクラップエリア、ほう、スクラップエオリア、なるほどね、スクラップエオリア、はい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 、なるほど。スクラップエオリアの効果によってスクラップラプターを召喚して、スクラップラプターの効果で、スクラップモンスターを持ってこれる、なるほどな、はいはい。で召喚権増えるんだよ、確かにラプターって。はいはいはい、ラプター効果で召喚権が増えていく。なんかシュってなんか効果によってとか出てくるのかっこいいね、今右上のラプター。サイコショッカーやば、サイコショッカーで緊急テレポート、なるほど。でサイキックリフレクター効果、なるほど、サイキックリフレクター効果、なんか面白いできたな。はい、でバスタービーストか、なるほどね、はいはい、いいでしょう。でバスタービースト効果、ビースト捨てながら、バスターモードを持ってくる。ギガンテックファイターかな、ギガンテックファイターだと嬉しいな。あいつめっちゃ強いんだよな、多分世界最強のバスターモードだと思ってるんだけどね、ギガンテックファイタースラッシュバスターね。うん、でリフレクター効果、はいよ。でバスターモードからの、バスタービースト、はい、了解しました。でバスタービースト特殊召喚、これなんかハリファイバーからが来るのかな、これちょ分かんねえな、これ718、いやこれスターダストスラッシュバスターが一番やべえな。スターダストスラッシュバスターが多分一番やべえわ。あれ破壊効果向こう、まあでも波紋のバリアをなんとかコースはいいって話ある。先行流スターラスト、そっちのスターラスト
そっちのスターラスト、あ、そう、スクラップエリア、なるほど。これマジでどういうデッキ、スターダストスラッシュバースターができないよね、先行流ってエンド、なるほど。なんかほぼデュエルリンクみたいなムーブしたよね。マクロコスモス来た、マクロコスモス最強すぎで、とりあえず流魂の源泉、はいはい、人造人間ちょっと待って、笑ってる場合じゃない、俺わらびデッキなんだって。ちょ待って、やばいやばい、え、ちょガチでやばいこと起きた、やばすぎる。これちょっと待って、合金持っていくしかないか。え、これサンダーボルト引かんと終わりじゃね。あ、でもサンダーボルト無効化されるよ実質。さあラストで、え、これ積んだか、これもしかして、え、これ積みなんじゃないか、これ実行勝負打てない、やばいやばい、トラップカードが全部無効化されて、これセットしたらロックかかるしな、やばい、マジでやばい、終わった、終わった、いやちょっと本当にこれ、え、待って、俺マスターデュエルでも最高ショッカーに苦しめられるの、マジで。